いやどうもどうも、こんばんは。こんばんは。郷田彩ちゃん、はい、何回か出ていただいてますけども、はい、あなたは、はい、ある夢を持って生きている、はい、何の夢ですか？何の夢？はい、ファイターズガール。そうついに、はい、結果はどうだったんですか？合格しました。すごいよね。はい、ありがとうございます。もう今もう活動はしてます。してるの？はい。したら何、球場でたまに踊ってんの？はい、そうです。わお。わお。あ、そう。踊ってます。何回か見に行ったよ俺。あ、本当ですか？え、じゃあいたってことだ。いましたよ。え、衣装の色とか決まってる？衣装は今年は全員青なんですよ。いや夢叶えた。はい。どう、実際やってみて。やってみてですか？うん、いや大変ですけど。大変。その分楽しいこともたくさんあります。こうお客さんにこう手を振ると笑顔で振り返してくれるとか、あとダンスして盛り上がった時とかやっぱり嬉しいです。わあ、いいね。夢叶えたっていうのはいいねこれね、はい、なる前からこう出てもらってるからさ。はい、ちょうど、はい、夢与える番組じゃないこれ。はい、ありがとうございます。夢与える番組ですよ。夢叶えたい人ぜひ女プリに出てください。はい。夏ってことでちょっと開放的な気分になることもあると思うんですけど、何萌えある？何萌え？何フェチ的な？何萌えある？短パン履いてる人はね。短パン。短パン。男の人で短パンで、セタマスニーカーで T シャツだけのなんか、ただそれだけの人が格好つけてない感じ。あ、格好つけてない。本当もう本当に短パンという短パンね。本当になんか部屋着みたいな。なるほどね。なみちゃんある？え、何フェチ？胸板厚い人が好きです。あ、出た胸板。じゃあもう筋肉マッチョが好き。背が高くて108、最低でも180ぐらいあってほしい。すげえ少ねえよそんな人。すごいよ。え、じゃあもう今まで追ってきたのも180以上の人とかが多いです。うわー、ハードル高いね。少ないじゃんもう。じゃあ160代の人とか、あーって思う。いい人なんだけどなーって。あー、惜しいなーっていうね。背があるかな。小学生みたい。小学生みたい。小学生で160ちょっと高いけどね。そうか、180か。178だけど。あ、シサゴに、ね、それは多分俺180って言えば、てか大体の人は言うよ。好きです。言わないよ180って。178の人180って言わない。言った方がモテますよ絶対。本当に？え、でも、え、そんなにあるってなんない？気持ちちょっと背伸びすればあるよとか言って言った後に。そうそう、まあ、それもまたちょチャーミングだけどね。可愛、うん、いなって思う。そうか、チロちゃんは？私ですか、うん、血管出た。全然出ない。全然出ない。もうさ、もう血管ってもだってもさ、注射するときしか出ないのこれ、ね、ないでしょこれって。まあ、でもそこに血管ある。そんなに出ないの珍しくないですか？こんな女性みたいな、うん。触り方エロいよ。なんだよ、もうびっくりしたんだぞ。触っと触らないでもう。わかる。わかるよね。またエロい。そこに座ってんの？あ、じゃあもう、こうした方が。うん。ごめんなさい。なんか、俺もなんか、最近触られてないんだなと思って。最近触られてないんだなと、触られてちょっとドキッとしただけだって。大丈夫だ、うん。そういうことだと思う。そういうことなんだな。